リサです。今回はじゃん、アリサのスクイーズ部屋にあるベスト10大好きなスクイーズ紹介をしていきたいと思います。それではスタート。ティアラチャンネル。じゃあ今から判断します、審査します。お、じゃあどうしようかな。じゃあまずベスト10。第10。あれ、ちょっと待って、どこ行った。ベスト10はじゃじゃーん、これは100均で購入したドーナツスクイーズです。とっても低反発です。こんな感じです。超絶低反発。じゃあ次、ベスト9。ベスト9はどれかな。じゃじゃーん、ポムポムプリンのスクイーズです。これも超超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 低反発です。気持ちいいです。次、次はベスト8。じゃじゃん、アリサとお姉ちゃんで手作りしたスクイーズです。これは低反発スポンジで作りました。こんな感じです。じゃん、こんな感じ。じゃあベスト7。じゃじゃーん、ぷにゅっと柔らか羊さんです。めめ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 、こんな感じ。これはお姉ちゃんが100均に一緒に行って買ってくれたものです。優しいでしょ。こんな感じです。じゃあベスト6。めじゃじゃーん、これは社長さんが取ってくれた和菓子のスクイーズです。中にあんが入ってて気持ちいい、プニプニしてます。プニ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 、こういう系好きですよ。じゃあ次、ベスト5。じゃじゃーん、これは修学旅行で購入したご当地カステラスクイーズ、もちもちマスコット大福です。これはもういつも宿題中に触ってる音もいいよっていうスクイーズ。じゃあベスト4。じゃじゃーん、これは UFO キャッチャーで撮った、コラボした時に撮ったユニコーンのスクイーズです。みんな見てね、ハチちゃんとハピバニーチャンネルさんとコラボしたものです。ベスト4。3、ユニコーンのおねむスクイーズです。アリサはこれあだ名おねむちゃんってつけてます。あの由来はマイカちゃんがクレイとヒカリちゃんとコラボした時に、なんじゃもんじゃゲームでおねむっていうキャラクター勝手に名前つけておねむって言ってしまったから、これもおねむしてるからおねむっていう名前です。じゃ次、ベスト2。じゃじゃん、はじゅちゃんのお母さんからいただいたレインボー牛乳ひたしパンです。これは超絶もっちもちです。ティアラチャンネル。ベスト1、グランプリに輝いたのはじゃじゃん、ふわふわキューティーデニッシュです。これはめっちゃくっちゃもっちもちでいい香りがするのでです。ベスト1に輝きました。ということで今回はアリサのスクイーズベスト10を紹介しました。それではまたねー。